髪が切られて眼鏡も割れている。一体誰かに無理やり髪を切られたの？昨日の夜よ、寝ている間に髪を切られていたの。気配がして目が覚めたんだけど、寝てるふりをしたの。犯人の顔を見てやろうと思って。犯人は一人だった。ジョキジョキ髪を切り刻んだ後、私のメガネを踏みにじってたわ。すごく蔑むような表情で笑ってた。すごく怖くなって動けなくなって、そのまま彼女が気の済むまで踏みにじるのを見ていた。一体誰の仕業なの？もしかして。もしかして赤坂絵里さんの仕業なの？そう、絵里さん。あの人、自分であんなことしておいて、さっき私を慰めに来てたの。怖い人。私の感情をおもちゃにしてるんだわ。エリさんの被災したストレスの吐け口がひろこさんに向いたんだろうな。
春彦。あ、春彦って彼氏？いえ、違いますよ。弟です。まだ余震が起きますね。小さな揺れでも怖いですね。そうですね。いつまでも慣れないですね。この万年筆は春彦が私が教師になったお祝いにプレゼントしてくれたものなんです。見てたら思い出しちゃって。今高校生なんですけど、寮に入っていてずっと会ってないんです。弟とは以前大きな地震に巻き込まれたことがあったから、ついその時のことを思い出してしまって。姉思いのいい弟さんですね。そんなことないですよ。昔から私の心配をよそに無茶をしすぎて困っているんです。私のこと心配しているかもしれない。無事でいることだけでも伝えたいんだけど、携帯を忘れてきちゃったから。
かなえ。友也。あれ、君はあの時の。どうしてかなえと。そうだったのか。かなえを助けてくれてありがとう。でも、あなたが友也と知り合いだったなんて、すごい偶然。それより、フェリー乗り場で待ち合わせの約束でしょ？ちゃんと待ってたんだから。ごめんか。そうだ、紹介するよ。前に話した亡くなった恩師の奥さん、前田さんだ。彼女の用事を手伝ってからフェリー乗り場に向かおうとしてたんだけど、地震が起きて行方がわからなくなっていたから、今まで前田さんを探していたんだよ。智也と結婚の約束をしているかなえと言います。どうも、智也がお世話になってます。いえいえ、お世話になっているのは私の方ですよ。前田と言います。彼がいてとっても助かっているのよ。かなえ。ありがとう。あらあら、羨ましいわね。ねえ、ともや。この町から出ましょう。いろいろな場所を見てきたけど、今のこの町に住み続けるのは大変だと思うの。前田さんも一緒に。ねえ、そうしましょう。かなえ、僕はこの町に残ろうと。え？なんで？あれから僕もこの町のいろいろな場所を回ったんだ。みんなすごく大変そうだった。だから僕はこの町に残ってみんなの役に立ちたい、そう思ってるんだよ。そう、智也らしいわね。そういうことなら私も残るわ。智也と一緒にいたいし、町のみんなの役に立ちたい。いいのかい？きっとすごく大変だよ。大丈夫よ。でも、智也、いざという時は助けてね。